映ってる水上花火の醍醐味ですけど、こういうリフレクションとか、やっぱその手軽に高画質でどこでも撮れるっていうのは、やっぱり今スマホが最高かなと。明るさを変えて3枚瞬時に iPhone が写真を撮ってくれるんですけど、加えて、花火を撮るときのコツとしては、ここに AEA フロックっていうマークが出てるんですけど、これをすることによって花火のたびに毎回露出を変えたりとか、カメラが自動でやってくれることを止めてくれるので、自分はただこうシャッターボタンを押すだけに集中できるんですね。で、最近の iPhone はバーストモードっていわゆる連射モードがすごく優秀なので、ハーディが上がった時にもうシャッターボタンを押しっぱなすると、もうこれだけでずっと連射できるんですね。画質も含めて全然そういうの耐えれますから、 iPhone グラファーなんて言葉もね今できちゃったぐらいですから、全然もう iPhone でもスマートフォンで全然どこでも撮っていけるかなって気がしますね。